香港ランタオ島の山水豆腐芸香港青おの豆腐花豆花は地域により豆腐のお豆とも呼ばれ大豆から得られた豆乳を硫酸カルシウム等の凝固剤で凝固成形したもので日本の絹ごし豆腐よりも柔軟で重点豆腐に近い食感のゼリー状の食品シャオチーの一種である中国北部西部では豆腐のと呼ばれることが多く南部や台湾では豆花 豆腐揚と呼ばれることが多い。伝統的な製法では、食用の石膏や乾水が凝固剤として用いられ、食感はややザラザラとしていたが、現在は澱粉や別の凝固剤も使われており、食感はより滑らかになっている。豆花の由来は諸説あり、少なくとも三つの異なる説があるが、いずれも缶のワイナンオーリュアンと関係しているリュアンが、 不老長寿の薬を求め、練炭術で豆乳を用いて、炭薬を作ろうとしていた時に豆乳が偶然、石膏に触れて豆腐が形成された。龍安が、洪水の後に、塩分の多い地中で柔らかくなった大豆を使い、豆腐を作った。龍安が病気で伏せっている、母親のために、大豆の豆乳と漢方薬の食用石膏を混ぜ合わせ、豆腐を作った。豆腐は、 韓のワイナン王流案に始まることが、民の本造項目にも記されている。豆花と豆腐は元は同じであったが、後年次第に加工法が異なり、分かれたものと考えられる。豆花には大きく分けて、甘い味付け、塩辛い味付け、ピリ辛い味付けの3種の食べ方がある。伝統的に甘い食べ方は、河南地方、香港、台湾に、塩辛い食べ方は、 中国北部にピリ辛い食べ方は中国西南地方に分布している。甘い豆花台湾、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、シンガポール、関東省、厚西、福建省などでは通常黒砂糖、赤砂糖、黒蜜、あるいはシロップが使われる。夏は冷たく、冬は熱くして食べられる。近年は冷やした豆豆花が登場しているが、 その場合は、黒糖は固まってしまうために、シロップが使われる。シロップには時には生姜汁が加えられる。また食感を良くするために煮た緑糖や小豆、果物が加えられ、また湯どかと一緒に食べる場合もある。比較的珍しい食べ方として、砂糖を加えた豆乳と豆花を合わせた、豆乳豆花や、またより新しい食べ方として、チョコレート豆花、黒ごまを散らした、黒白、 また、マンゴー果汁を加えた、マンゴー豆花がある。シロップなどの味付けばかりではなく、台湾では、豆花本体に、鶏卵、チョコレートなどを加え、これを普通の白い豆花と合わせて、三色豆花とした、ものもある。ピーナッツ豆花北京豆腐の中国北部では通常、豆花は豆腐のと呼ばれる。豆腐のという呼び方は、四川省などの南西部を除けば、 南方では全く使われない。豆腐脳の,の味は地域や好みにより大きく変化し、共通点は塩辛いというだけである。一椀ごとに分けて、せいろで蒸した蒸し豆腐脳もある。北京、天津での代表的な作り方は以下の通り。炒め鍋に少量の油を熱し、キクラゲ、カリフラワー、シイタケの細切りと、ネギ、生姜のみじん切り、豆腐を加えて炒め。 醤油大さじ1、適量の牛肉スープ、あるいは羊肉スープを加え、蓋をせず煮込み、塩、鶏ガラスープで調味し、水溶き片栗粉を加える。最後に溶き卵を加えて完成する。河南省では、豆腐の音、と、こから湯を合わせた食べ方があり、漁、人と呼ばれる。先生、三生省南部等の辛い味を好む地域では、しばしばラー油で調味される。また、 醤油、ごま油、大豆、セロリも簡単な調味料、薬味として使われ、またニラ、ニンニク、ネギ、干しエビ、ピーナッツ、コリアンダーなどを加えても良い。四川、重慶の豆花は、辛い調味料が使われ、南部の甘い豆花、北部の塩辛い豆花とは対照的である。この地方には辛い豆花を米飯に添えて食す習慣があり、豆花飯と呼ばれる。 四川、重慶地方では豆腐だけのものを北部と同じ呼び方で豆腐のと呼び豆花はまた別の食べ物の呼び名である豆花の原料は大豆と水と凝固剤の3種類だけであり簡単に入手できる水の分量は濃さに影響し凝固剤としては通常食用石膏庫が使われ近年は海藻庫やさつまいも庫を使う人もいる まず大豆を水に浸し、品種にも夜が4時間、ないし8時間浸して、十分に水を吸わせた後、粉砕してろ過し、沸騰させてから摂取80度まで冷ます。最後の凝固させるステップは、置き豆花、または、天炉と呼ばれている。少量の凝固剤を投入に入れ、5分、ないし15分整地すれば完成する。豆花の味を決めるのは、 豆乳と凝固剤を合わせるときの温度コントロールと、おき豆花の速さと技巧である。ありがとうございます。